茶あちゃんです。ちょっと常備菜作りました。大根ね、しりしりして、で塩もみしといたんで、ちょっとこれを軽いギューッと絞って、軽くね、塩もみないと、あ、もういいかな。よし、これだけ絞って、軽く絞ってね、もうちょっとジップロック入れます。塩ね、そんなに、まあまあ強かったけど、そんなにめちゃくちゃも強くないから。で、これにね、酢をね、空気を抜いてね、塩もみしてやるから、塩で、塩でこう浸透してるから、酢塩ね、塩の味がついてるから、酢だけでいけるかも。まあ醤油でも美味しいんだけど、今回酢だけでいきます。よし、で空気抜いて、これで冷蔵庫に入れときましょう。これでね、煮ます。完成。人参でもよかったんけどね、今回酢、大根だけ。はい。それと、玉ねぎをね、塩と酢で、ちょっと絡み抜いた。じゃあ、OK。美味しい。これ今日ちょっとサラダ。ちょっとね、サラダにするのに取っておきます。これサラダ用に取ったのを、と、残りはね、残り何しようかな。スタマ塩抜いたやつ明日出ていくからな。絡み抜いたらね、食べやすいサラダとかにいいから、ちょっとジップロック入れときます。軽く絞ってジップロックに入れておきます。これ酢入れてね、酢玉ねぎにしても美味しいんだけど、サラダにするんだったらこうやって絞って置いといても使いやすいんで、水につけておいておくとね、劣化しちゃうの、食感が落ちちゃうね。だから、こんな感じです。酢玉ねぎ、玉ねぎちゃうので、ね、殻の抜いた玉ねぎ、水探し玉ねぎね、ほんま水さらさんとね、切ったまんまちょっと空気にさらしておいたら、それも絡み抜けて美味しいんだけど、それは体にはいいんだけどね、水さらしたら美味しい、美味しくは成分が抜けちゃうんだけど、今回も辛みを抜くために、これも食べへんからね、こうやってやっときます。はい、これでね、辛み抜いた玉ねぎ、これに鰹節かけて、でもドレッシング、これはね、青じそドレッシングを、ね、かけたらもうサラダ完成です。はい、それで今日のあっちゃんの、常備菜2種類、酢玉ねぎと、酢玉ねぎちゃうわ、酢の大根、なんだ、酢なますと、辛み抜き大根、作っときました。まあ、こんなんもいいなと思ってくれたら、高評価を、応援、コメント、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。チャオ、あっちゃんです。今日はね、コーヒーなくなったから水出しコーヒー作りましょう。で、あっちゃん家のね、美味しい色水で、ちょっとね、今日はね、洗い物が残ってるんですけど、この辺は見ないように。はい、もうね、何回か作ってるから知ってるよね。はい、
けない。まず水をね、軽く水を入れて混ぜます。それで水を豆さんに、水をちょっとこう下に出して豆を開きます。水入れてね、ポコンともう豆入れといてもね、出んのは出んだけど、混ぜたの方がね、美味しく出んのよ、豆がね。水の量調整しながらね、混ぜ混ぜしながら入れていきます。これ結構時間かかけてね、美味しいコーヒーが出るように抽出しましょう。熱い。いろいろ今日作ってるからね、ローストビーフ作ったり豚足作ったりしてるからちょっと熱い熱い、しんどいしんどい。混ぜるのがコツやねんって。がね、落ちる量と溜まっていく量、入っていく量が同じぐらい、大体ねぐらいにするのが一番いい。水の量が多すぎてもダメやし、少なすぎてもね、それがコツやねんけどね。って言うてコーヒーの味が分かるほどあっちゃんの下はよくありませんが、溜まってきた。結構時間ないでしょ。美味しいコーヒーを出すためにね、手を抜かず最後まで抽出しましょう。 OK、 これで冷蔵庫入れておきます。よいしょ。これでまた明日の朝になったら美味しいコーヒーが出てるはずです、はい、またね、バイバイ。はっちゃんのコーヒー作り良かったと思ってくれた高評価を、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。またね、バイバイ。